こんにちは、アリチンチャンネルです。今回ですね、面白いガシャポンを紹介したいと思います。はい、ケロネンの初のカプセルトイですね。いいですね。じゃじゃーん。おー、はい、横山さんと竹山さんのコラボ商品のケロネンですね。今回初のガシャポンです。カプセルトイです。いいですね、かわいい。カエルみたいな、結構ロボット。1回あたりですね、500円ですね。はい、ラインナップこれです。5種類です。はい、このケロネンのガシャポンの VTR あるので、じゃあでは VTR ご覧ください。いかがでしょうか。はい、今回は1回です。おー、1回遊びました。じゃあ何が出るかな。おーね、はい、じゃあ今回はアリキン何が出たかな。はい、じゃじゃーん。おー、ケロネンザカプセルトイです。はい、おー、色は残念ながら緑じゃないです。はい、グレーですね。おー、では開けます。開けましょう。じゃあまず取説で見ましょう。はい、詳しく。おー、いいですね、ラインナップ。はい、ケロネンのザカプセルトイです。あー、おー、頭に、あの方に、背中にお玉がついてますね。おー、あと手が動かせます、回転できます。そのボディも体も回転できます。おー、いいですね。今回のラインナップはこれです。おー、まずケロスですとロリスですね。おー、リプラシスです。はい、ビッグミスですと、あとビルス、ヒルスかな。はい、今回は多分この、ケロスかリプラシスですね。リプラシス。はい、さあ今回何が出たかな、色的に。はい、じゃじゃーん。おー、ケロスです。ケイがケロスです。はい、じゃじゃーん。おー、ケロネンのケロスです。おー、かわいい。いいですね、ラインナップの一番目の、おー、ケロスですね。じゃあ、いいですね。おー、ケ書いてありますね。おー、おー、よくできてるですね、本当に。おー、かわいい。はい、じゃあまずお玉出しましょう。おー、お玉です。はい、はい、開いてます。ここに乗せますね。おー、はい、あと手を回転しましょう。おー、いいですね、ちょっと硬い目回転できます。さあ今度はボディを回転しましょう。おー、いいですね。あ、結構いいです。いいフィギュアです。おー、K ですね。おー、いいですね。ロボット。おー、ケロスです。おー、ケロネンです。おー、よくできてるフィギュアです。あー、他のも欲しいですね。特にカラフルなところ。おー、はい、緑か水色と、あと黄色がいいですね。もうみんなここに P とか、緑だけは何も書いてないですね。背中に 06P と 8。 おー、今回は K です。おー、いいですね、かっこいい。ケロネンです。はい、おー、よくできてる。おー、はい、あー、横山さんと竹山さんの Y と T ですね。はい、よくできてる。おー、フィギュアです。では、じゃあ今からターンテーブルで展示します。はい、ケロネンのザカプセルトイです。お、今回出たのはラインナップの1番目のケロスです。
K 書いてありますね。おーかっこいい。とてもよくできてる。かっこいいです。では今からプチジラマで展示します。プチジラマです。おー今ケロネのケロスが移動中ですね。おー歩いてる。かわいい。いいですね。以上です。アリチンちゃんでした。今回はケロネンの初のカプセルトイを紹介しました。はい、ガシャポンですね。面白いガシャポンです。じゃじゃーん。おー、ケロネンのザ・カプセルトイです。おー、かわいい。はい、じゃじゃーん。こう感じですね。お玉が外してます。あと、手とボディが回転できます。はい、ラインナップは5種類です。いいですね。今回アリチン、はい、出たのは、はい、1番目のケロネンのケロスです。おー、ケロスなので、あの、お腹にケーと、あと、首にもケーもついてます。いいですね。はい、じゃじゃーん。おー、ケロネンのケーです。おー、本当によくできているフィギュアです。おはい、お玉ももちろん外せますね。はい、手もじゃじゃん動かせます。おちょっと固めですけども、こういう風になります。あと体も回転できますね。あ、本当によくできてるフィギュアです。おちょっと色が地味ですけども、ですから緑とか水色とか黄色が欲しいです。またやりたいと思います。はい、ということで、では、はい、チャンネル登録お願いします。またね。バイバーイ。